眠い。おはよう。月曜日だよ。月曜日。もう。マンデー。マンデー。今日はマンデー。メガミンです。おはよう。マンデー、マンデーやでーマンデーやでー。頑張ろうね。平日、今週も1週間頑張ろう。あとお話し会、再販のお話し会の決済が今日までなので、皆さん忘れなく、決済まだの方忘れないようにね。おはよう。おはよう。あー、土曜まで仕事、頑張ってね。頑張ってください。おはよう。確かに週末お話し会、確かに楽しみ。そうだね、12、確かにそれ楽しみ。あ、おはよう。おはよう。みんな元気ですか？決済完了。お、決済完了、ありがとう。ありがとうございます。大事決済お忘れなくです。おはよう。そうだよ、今週末ね、お話し会ある、楽しみ。よいしょ。研究室でみんなと通称で寝てるみたいですからみんなとしてくるんそうなん、そっか。じゃあ私とはめっちゃウィンクしよう。めっちゃ4人の中で一番濃いウィンクしようね ありがとう。チキ。あ、ツイッターやって今日が誕生日なの。え、おめでとう。誕生日おめでとう。ケイさんおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアケイさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。おめでたい。やる気猫かっこ誕生日になってる今日は。おめでとう。よき一年にしてください。Kさんの。じゃあ今年一年はさらにラブラブ。私と。K さんの、今年1年の K さんとさらにラブラブしたいな一緒にいろんな時間過ごしたいですね。おめでとうございます。おめでたい。おめでとう。楽しんでね、今日は1日。おめでとう。楽
誕生日の一日を。おはよう。ねえ、月曜頑張ろう、1週間。おはよう。天パの竹さん、ハートありがとう。お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。いってらっしゃい。天パの竹さん、音符ありがとう。おはよう。3月6日弟の日。そうなの、弟の日なんてあるんだ。じゃあ今日は弟になんかしてあげようかな。おざます、おざます、ありがとう。明日は声出し解禁公演だね。だね、楽しみだね。やっと声出し解禁ね、めっちゃ楽しみ。明日の公演はあのあれが声出し ST48 の声出し解禁の公演で、そのなんかコールとかもだけど、あの自己紹介のなんだろう、ニックネームじゃないけど、なんて言うんだっけ、ニックネームだっけ。なんかキャッチフレーズか、キャッチフレーズとかも声出しっていうか、あのみんなの一緒に声出せれるようになるから、明日はもう特大のネーネーあずみんをが聞きたいです。特大のネーネーあずみんが聞けるの楽しみにしてる。めっちゃ嬉しい、本当に声出し。今週は10日を忘れるのもある。あ、そっか、確かに。え、でも10日いけるよ私。そうだ、10日だ、ジブリ大丈夫。あのね、お休みだった気がする。10日何もなかったから、もう2時にスタンバって、2時にタッてできる。ジブリジブリ行けるよ、2時。今月は取れる絶対に。おはよう。あずみのモーニングルーティン的なの、あずみのモーニングルーティン的なの、なんだろうな。あ、朝起きたらあのベッドのすぐ近くっていうか、上らへんにね窓があるんだけど、朝起きたらあの窓の窓をから顔をぴょこって出して、外の光をパッて目と顔に浴びるようにしてる。モーニングルーティンかも。なんか目がパッて開きそうで。おはみん、ありがとう。おはよう。そう、決済忘れな。申し込みと決済忘れるな。そう、多分いける。あ、納豆も食べるけど、さすがに毎日じゃない。納豆卵かけご飯も割とルーティン化されてるけど、さすがに毎日じゃないな。週3週4ぐらいだ、納豆卵かけご飯。おはよう。朝日浴びると目が覚めるらしいからね。そう、それを聞いたり、なんかそういうのもあって聞いたり、健康にいいよみたいな聞いたから、ならやろうかなと思って。
こんなしょぼしょぼした、こんな目でカーテン一回パッて開けて、こうやって日の光浴びて、浴びたらさだんだんとこう目がってなってくるよ。ほんまに電気、いきなりさ電気パッてつけたら眩しいじゃん。ちょうどいいんですよね、日の光で目を覚ますぐらいが。いきなり部屋の電気開けるのも眩しいし、携帯パッて見るのもちょっと眩しいから、そうカーテンをちょっと開けて外の光をこう浴びながら、こうこんな感じの目をってさせる、いつも。のが一番気持ちがいい。おはよう。上と下のまぶたがなくて、え、わかる、赤いよな目ね。そうね。私もベッドとお友達、明日行きます、待ってるね、ありがとう、待ってます。あ、ありがとう、ベガミン。一日おきくらいに食べ、今日も食べる。今日も納豆が一パック残ってるから、あれ今日食べようかなって思ってた。おはよう。春眠暁覚えずってどういうあれなんだろう、ことわざ、俳句なんていう、アクション見やかつき、あったかい、あ、お水も飲むルーティーン、お水を飲むもあるかもしれん。ほんまにお水飲む、ほんまにお水飲むっていうか。あの冷たいお水、なんか温かいものを、冬は特に温かいものを飲みたいなと思うけど、毎日の飲めない、温かいのって。飲める時は飲めるけど、毎日はなんか沸かして飲んだりできないから、朝沸かすのめんどくさくて沸かして飲めなくて、だからあったかいのは毎日は飲んでないけど、冷たいお水かあったかいお茶かは絶対毎日飲んでるか、水を飲んでるルーティーン。おはよう。みんなか、起きて一番、起きて一発目は水かお茶。あ、漢字なのね。昨日カラオケ中ガチ睡眠してて、リアルこれ、え、ほんと？寝てたんだ、そうなんだ。子守歌寝落ちさせちゃった。いやでも子守唄、そう、みんなを寝落ちさせるのが目的なので、子守唄配信は。端的に言うと、春は眠い、春は眠いって話。春眠暁覚えず、おはよう。でも春のポカポカ陽気、日向ぼっこしたい、早く春の日差し、春の日差しで。おはよう。あ、つい寝過ごしてしまうって、そういうことか、眠り心地がいいので。
へえ、春眠暁なんか物は知ってたな、春眠暁を覚えずっていう。物だけ知ってた。水道水、うん、お水、お水飲んで。冷たい水好きなのか、あ、そうなんだ。冷たいの好き、冷たいの飲んでる。おはよう。サラサさん、初見さん、なーに、ありがとう。あ、そうだ、私あれ作りました。なんでしょう、私あれ作りました。あれなんでしょう、問題です。私あれ作りました。あれ、あ、お仕事行ってらっしゃい。おはよう。ご飯じゃないよ。あれは、正解はクレジットカード、クレジットカード作った。なんか前からね言ってたんよ、二十歳になったらクレジットカード作りたいって話を配信でしてて作ったよ。おはよう。あ、ダイヤモンドアート、いや待って、私ダイヤモンドアートやばい。止まってる。あのクリスマスまでに、クリスマスまでに作るって言って止まってたんだよ。ほんとだと、まだ未完成です。そう、クレジットカード使いすぎ気をつけます。でもあったら便利だよね、めっちゃね。そう、ネットで通販の時とかもう普段からやっぱ、そう、最近はクレジットカードあった方が便利だなと思うことがねちょっと増えてきたから、作ろうと思って作りました。作った。おはよう、広島港パセリさん、花の冠ありがとう。ついに、大丈夫、頑張るじゃないわ。気をつける。使いすぎないように気をつけます。みんなのあのみんなに教えてもらった通りあれにしなかったよ。なんだっけ、リボ払いにはしなかったです。そう、通販とかね、クレカね使うよね。おはよう、ダイヤモンドアートは今年のクリスマスまで欲しい。確かにそうしよっかな。絶対持ち越さん気持ちでやってたけど、ほんまに終わらんかったし、ほんまにクリスマス明けてもやらんかったわ。やっぱり今年のクリスマスまでに、終わらせます、ダイヤモンドハート。デビットカードってなんじゃ、デビットカードは普通のと違うのか。確かに払い忘れも少なくなるのか。リボ払いたらえ、なんかわかる、うん、選択肢がちゃんとしませんみたいなやつを押しました。リボ払い、おはよう。でも基
基本あの通販で買いすぎちゃいけないのか。でもそんなに本当に月何回か通販で買いたいなってものがあったり、そういう時にクレジットカード。でも一回お店で使い出したらさ、あれかな、一発目お店で使うのちょっと緊張するけど、一回お店で使ったら慣れていろんなところで使うようになるかな。あ、銀行のカード使って、あ、なるほどね、そういうことか。なおさんハートありがとう、おはよう。銀行から落ちるのか、おはよう。なんか今新しいなんかなんだっけな、カードん、ナンバーレスカードができてて、カードに番号が記載されてないやつなんですよね。そっちにしたんです。ナンバーレスカードって言って、あのクレジットカードってさ、な、番号が記載されてるじゃんカードに。あれがあのアプリとか携帯の方からに番号が入ってて、アプリの方で番号をあの見れるから、なんか落とした時とかというか、なんかあってもカードを落としちゃっても大丈夫みたいな。カードにはナンバーが書かれてないから、そう、裏もう全部ツーピカリン、ツルピカリンのカードある、そう、そんなの あるらしいだからナンバーレスか選べたけど、ナンバーレスカードの方にしました一応と思って。あ、1週間頑張ってねおはよう。この決済は毎日数え、信用履歴がアップすると、あ、そんなのあるんだ、クレジットヒストリーそんなのあるんだ、おはよう。そう、ナンバーレス、ね、ナンバーレスカードにします。え、ああ、私もメモ帳にメモし直した、アプリ入れたけど、私意外となんか苦手なんかも、アプリ操作、こういう感じの操作苦手なんかもしれんと思った。今回やっててあのナンバーレスにして届いて、アプリ入れて、どうやって暗証番号を見るか分からんくってアプリ入れたらさ、すぐポンって出てくるんかと思ったけど、やっぱりなんか個人情報ではあるから、なんかいろいろここの画面のここの操作からここを押して、これしてあれしてこうして、なんかの番号を打って出てきますみたいな、分かりますみたいな感じだったんだけど、そこの出てくるまでの操作にうまく行き着かなくって、そう、あの見れないというか見つけられなくって、自分の
暗証番号的なやつを。ちょっと焦ったけど、ちょっと焦りつつやばいかもと思って、ちょっと変にナンバーレスとかそうじゃなかったかもって思いながら、ピコピコやったらで、あのなんとかできた、なんとかできました、見れたよね。ちょっとめっちゃ得意じゃないかもって思った、そういうあちょっとなんかアプリでやる系。おはよう、ひげじ診断先生さん、チューリップありがとう、おはよう。パソコンのキーボードとか普通に使える人ですか？いやちょっと苦手パソコン苦手、私あんまり使ったことないです、パソコン。なんかうん、ちょっと苦手かもしれない、そっち系。キョキョクームと書いてあるけど、なんかとか携帯の決済が通ったと。へえ、そうなんじゃ。通らない時とかあるの？決済が。ねえ。あ、携帯の、あ、なるほどね。そう、疎い、ちょっと疎いです、私。苦手タイプ。お姉ちゃんが得意なので、ずっとお姉ちゃんにやってもらってた、そういう系。おはよう、そうだね、メモね、メモした、もう今回はよくやるんよ、頭で覚えとけるわって思って自分の記憶をすごい、あの自分の記憶をすごく信用してメモ取らないとか今まで何回かやってきたけど、大体忘れて後ですごい後悔することがなんかあったから、今回は大切だし絶対忘れたらいけないから、ちゃんとメモ取ろうと思ってメモ取ったよ、ちゃんとメモしました当たり前だけどちゃんとメモした。おはよう、おはよう、竹松さんかわいい、ありがとう、おは、忘れないでツイッターでつぶやこう危な怖すぎるツイッターで、うん、終わります大変なことになっちゃう、そっからか、お気をつけて使います
気をつけるカードありがとう。気をつけます。気をつけるね。けど大丈夫。大丈夫、気をつける。使いすぎないようにも気をつけよう。でも使いすぎ系は大丈夫かな、そんなに使いすぎない気がする。あとは落としたりしないように気をつける、カードとか。ありがとう。ありがとう。おはよう。つのさんバラありがとう。おはよう。伸びしたから身長伸びた。確かに。でも朝測ると身長高いんだよ。だから今測ったら多分149。今測ったら149。ペイペイは使ってない。アプリは入れてるけどなんか使いこなせなくて使ってないです。逆に使いすぎてやばいです。逆に。やだ。そう、使いすぎて困ってる私はっていう未来は見えないように気をつけます。エリアスミさんバラありがとう。どうやったらそこカード会社に TEL してね。あ、いってらっしゃい。週始めスタート、いってらっしゃい。シャーカン。やっぱりなんか何をしてても昭和っぽいって言われるのってなんでなんだろう私。昭和生まれだから実は。平成と思わせといて。おはよう。あ、いってらっしゃい、お仕事。踊ってても昭和感って言われるし、ステージの上で立っててもなんか反応が昭和っぽいって言われるし、なんかねずっと普通に好きよ、好きですよ昭和。昭和っていう時代嫌いじゃないし、昭和を生きてみたかったなって気持ちもすごいあるからなのかな。平成生まれなのに。すごい前むくアクターズスクール行った時からね言われるの。おはよう。でもお金系はペイペイとかが主流に なるのめっちゃちょっと苦手かも。なんか
一生小銭お皿お金じゃらじゃら払ってたいです分かんなくない？ペイペイとかってさ、そうこれさ周りの人に話してもそっちの方がペイペイとかの方がお金こうやって100円200円とかやらなくてもペイペイってやったらこれで楽でっけん、そっちの方がいいじゃんって、楽だしいいじゃんって言われるけど、なんか今自分が何円持ってるかとかさ分かんなくない？あんまりなんて言うんだろう、そうなんかちゃんとさ財布からさこうやって出さないとさなんか分からんくない？分からん怖いよ、怖いってさ払ってる感ないよね。そうなんかさもう数字だけじゃん動いてるのが、お金が動いてるんじゃなくて数字が動いてるようにさ思うからさ、なんか今自分が何円使ってて残り何円あってとかさ分かんなくなりそうで、なんか自分そう使いこなせないんですよね全然。だからもう一生お金じゃらじゃらしてたいお金じゃらじゃらしてたい派です、めちゃめちゃ。そうでもさ いろんなところキャッシュレス、なんかそうペイペイ化されている、そういう感じ化されてるからさ、ちょっとついていかなきゃいけないけど一人取り残されそうで怖いおはよう、キャッシュレスないとダメな、スタジアムとかもあるから勉強しなくちゃね、本当にちょっと多いよねでもね、そういうところ多くなってる。ペイペイとかまあ楽なのも分かるのは分かる、うんうん、ペイペイとかが楽なのも分かるけど、いつの間にかね、サンフレの申請ひょっとするとキャッシュレスになるかもよ、マジで困っちゃうよ本当にそれじゃあもう新スタできたらサンフレ用、サンフレだけに、サンフレのためだけにちょっとキャッシュレスに強くならないといけない。おはよう、そう小銭じゃらじゃらずっと一生小銭じゃらじゃらしてたいです。ちょっとジャンプしてみてじゃらじゃらそう一生じゃらじゃら言わせてない。おはよう、金銭感覚ねなんかなくなりそう、ないとか全然あるのが別に感じる。あ、そうなんだ。そうなんだ。おはよう。おはよう、ありがとう、ペイペイデビューしちゃいました、え、しちゃったの？ペイペイデビュー一緒にデビューするんじゃなかったの？私とペイペイデビューペイペイ、なんかペイペイで通販、全部通販なんだけど、通販でペイペイでしか払えないものとかあったりしたときにアプリ入れたんよ。コンビニでまだペイペイできない、コンビお店で、あ、ペイペイでペイペイっていう経験がまだちょっと踏み出せずいますね、一歩踏み出せず。あー、スムーズ、確かにね、お店の方は
確かにスムーズ、そうだね、スムーズになってそっちの方があれなのか、簡単というか口なのか、あとやったらお金が出てくる、あとにこうやって振ったらお金がじゃらららら出てくるかも。おはよう、お仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。毎年食事ったら小銭もいらんよ、おごりいっぱい食べようじゃん、おごってくださいみんなご飯食べさせて、おはよう、あ、おはよう、現金とペイペイ使う、確かに、え、ペイペイこの場所ではペイペイ使った方が絶対楽ちんだよみたいな場所あるんですか？例えばコンビニだとペイペイ使った方が楽だよとか、このこういうもの買う時とかこういう場所だったらペイペイの方が楽だよみたいなのあるのかな。確かに使い分けるのありだね、そのなんか絶対ペイペイの方が楽ちんだよみたいな場所でペイペイだ、そういう時だけペイペイ使って他はジャラジャラする。あ、そうなんだ、あ、ポイントね、確かにポイントみたいなのがつくもんね、そういうのだとあれだとつかないもんね、お金なんだろう、お金じゃらじゃらだと、そう払うタイプの現金だとつかないもんね。ペイペイさ、そういうのがいいのか、ペイペイとかそういう系のいいところ、ポイントとかがつくのがいいのか。私なんか還元、還元されるんだっけ、戻ってくるって言われた、お金が戻ってくるからペイペイの方がいいっていうのも聞きました、お父さんに。あ、 iPhone でも使えるの？コンビニはペイペイ、なるほどね。あ、昼ごはん大概ペイペイ、携帯だけで財布持たない。あ、確かにそう思うと楽ちんなのか、携帯だけでご飯食べれたりするの。おはよう、アズペイ、ふーん、みんな結構使ってるんだ、ペイペイ使ってる人の方が多いのかな、今一般的に。どうなんだろう、私派みたいな人もいるかな、でもいるよね絶対ね、使いこなせないよって人。おはよう、あ、ゆなちゃん大学、そうなんだ。配信で高校生活、え、そうだったんだ、
そうだ、でも言ってたわ、この前も話した時、卒業式があるって。そっか、あったよ、ゆなちゃん、ゆなさんゆなさんおはよう。決済のペイペイとといろんなのしてほしい確かにピーピーとかポイポイペイペイなんだ、ピーピーパイパイ、あ、やばい、パイプープーとかいっぱい マイナポイントは使ってない。ポイント系え、めっちゃ下手よね、多分私生きるの多分めっちゃ下手なんよ。分からんの、使えるのよね、ポイントとかどうやって使うんあれすごい生きるの下手なんです私、そういうの多分ね、めっちゃ損してると思う、これまで生きてきてて。それなんかなんとかポイントとかも、あの多分一番上手に生きてない。そう、ポイントとかね、うまくため、どうやってためてったりあったとしても使い方わかんないの。ポイントってどうやって使うの。マイナポイントもわかんないわかんないのよ、下手なんです私そういうのだから損してる気がする。だからペイペイとかもだけど、なんかもうそういう系、なんとかポイント、なんちゃらポイント、いっぱいいっぱい見るけど、なんかポイント大容量みたいな、いっぱいつきますみたいなの、あ、いっぱいつくんだと思いながらいっぱいつくけど、そのいっぱいついたポイントの使い方がわからないから使わずにかかってる、ほっといてるの。おはよう。でもね、そう、使った方がいいよね絶対ね。どうやって使ったらいいか分からない。教えてくださいみんな、手取り足取りあーやば、私だけかな、不安に、だこんなんでいいんかなと思うけど、でも毎日生活できてるからまあいいかと、そう、生きれてるから大丈夫かと思うけど、なんかもっと上手に生きれる気がする。上手に生活、もっとなんかこう損してるよね多分、もっと損しない生活をしたい マイナポイントなんかあった？うん、めっちゃ聞いたことあるわ、マイナポイントってもらった気がする。なんかでもどこに溜まってるんか分かんない、そのマイナポイントもどうやって貯めて、分かんない、どこに溜まってるのかも分かんない、ポイント溜まってないのかな分かんないけど、なんかでもあるよね、日々生活しててなんちゃらポイントみたいなの聞くけど、どこにポイントがたまりよるんかも。マイナンバーカード持ってる、作ってる。え、あれはどこにたまってるの、マイナンバーカードにたまってるの、ポイントって、マイナポイントって。ポンタも貯めてないね、貯めてないです。ポイントイコールクーポン券、あ、クーポン券とかだったら使えるんよ
してほしい。なんかさ見えんけんさ分からんのよね。見えんかったら見えんものをさどこからその見えるものにしたらいいか分からない。クーポン券にしてほしい。うんうん、クーポン券、券としてあの手元に出してほしいです。めっちゃクーポン券にしてほしい。あ、アプリを入れたらいいの？ポイントカードの。そういうことね。お仕事いってらっしゃい。アナログ、めっちゃアナログ。そもそも溜まってないんかな。え、でも、え、作った時にあ、登録して、え、あ、じゃあ登録してないんかな私。あ、してないんかもしれん。じゃあそもそも全然わからん。マイナポイント的な的な的なやつ。あつしさん、レインボースターありがとう。え、あれ作った方がいいのかな。マイナポイントめっちゃお得、お得なの？じゃ分かんない。作ったかも分かんない。え、多分作ってないかもしれん。じゃあ全然分からないから。ポイントカード持ってない、持ってないですね。お仕事行ってらっしゃい。お母さんと作ったんですよ。お母さんも同じタイプの人種なのでちょっと疎い、分からない、そういうのが。から分からないねって言って。確かに、でもマイナポイントっていうのはめっちゃ見た、プリントみたいなので。マイナポイントでもこのポイントってどうやって使うんだろうってなって、じゃあ登録してないんかもしれん、そもそも。そういうことなんか。登録したら使えるって言ったやつってことね。そう、紙とかなら使える。うん、紙ならいける。100円引きの紙とか。なんかそう、 50% オフになりますこの紙みたいなな紙だったらめっちゃ使いこなせれるけど、あ、もう終わったの？ 2 万ポイント、めっちゃお得なのか。2万ポイントつくから。あねみん、え、ほんとね、お姉ちゃんと一緒に行かんといけん。お姉ちゃんめっちゃ、でも多分、わかんない。でも多分ついてない、マイナポイント、マイナポイントついてないかもしれん。ついてないわ、やらんかったかも、やってないわ、それやってないかもしれん。やった方が良かったのか。うん、どこにポイントが入るのかもちょっと理解できなかった、分からなかったから。確定申告がオンラインからできるの？あ、そうなの？できるんだ、マイナンバーカード。あ、え、マイナンバーカードがあったら。車買ったら ETC。 ETC。 そうだね、それは確かに使うようにする。 ETC。 もう無理かな、もう無理か、マイナンバー、マイナポイント今から。あ、5月いっぱい、あ、5月いっぱい、今年の。じゃあ今から頑張ったらできるのかな。
電子クーポン券も使わないね。わかんない、なんか使おうって思わないんですよ、そういうのも。使った方がねお得なのかもしれないけど、まあいいやと思ってクーポンとかあんまり使ったことない今まで。めぐたんさん、初見さん、おはよう。一回友達といた時にマックなんだけど、マックのクーポン私使ったことなくって、アプリからできるやつ使い方わかんなく、なんか使ったことなくって、友達は結構クーポンアプリからのなんかポテトが半額なんとかになるみたいなのをよく使いこなしてる友達だったんよ。で一緒にポテトを食べるのに、その友達にあずみのアプリでもクーポン出してマック買えるって言われて、わかんなくってオッケーってだけ言って簡単にできるもんだと思ってたから、あオッケーオッケーって言ってそのままレジ並んでたんだけど、あれアプリ入れて、アプリからなんかこうアプリのボタンポチッと押してこうやって見せなきゃいけないのすらも分かってなくって、そう分からないままオッケーって言っちゃってレジ並んだもんだから、そうレジアプリも入れてなかったんよレジの中前でもあたうたあたうた、アプリ入れるのってあたうたあたうたしてそうお友達に なんで OK って言ったのって言われたそう、あの私の横着と、うん、ちょっと、ね、分からなさがもう混雑してめっちゃ あたふたしたことがあるそういうのもいろいろあって、あ私は無理だって思う、そういうのを経て、そういうのをいっぱい重ねて、あ私は本当に無理だって思います。おはよう。そういい加減、いい加減なところもあるからよりダメなんだそうやっちゃったんですよ、怒られた友達に何やってるのって何やってるのって言われちゃった。あお誕生日、おおめでたい、今日は2人、たいすけさんお誕生日おめでとうございます、おめでとう。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアたいすけさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう、おめでとうございます、たいすけさんお誕生日おめでとう、素敵な楽しい一日にしてください。たいすけさんの一年も一緒に、私が横に一緒に入れたらいいなおめでとう、楽しんでね、誕生日の一日おめでとうございます。よし、じゃあちょっと安住浅占いに行きましょう。昼休みさん、バラありがとう。今日のラッキー行動は何しよっかな、
あ、すべて星投げました。ありがとう。あ、ペイペイはする。今日のラッキー行動どうしようかな。じゃあ今日のラッキー行動はじゃん、現金を使うです。現金を使う、私に寄せる、みんなを、みんなを私寄せにします。ちゃんと財布からお金を出して、財布からお金を、今日はお財布からお金で払う日、何事も私をせいにします、みんなを。小銭じゃらじゃらの日。現金一番だよ、現金が。そう、小銭じゃらじゃらが一番だよ。今日は小銭じゃらじゃらするです。使ってみんなを、私と同じ人になってください。いやだ、鳥の子、人類動詞を作りたい。動詞を、動詞を作りたい、動詞。仲間を、みんなを使うんだよ。お願いお願い、私の仲間になってください。お願いします。もう周りもどんどん減ってるんです。うん、どこ見てもみんなペイペイしてる。いや、みんなを引きずり込めます。現金税。現金税、同士現金同士、同士私だけ取り残さないでほしい、仲間が欲しい。うん、みんなで取り残されたら怖くないですよ、みんな一緒なら。お話し会、あ、そっか、あ、じゃあお話し会の決済まだの方はぜひコンビニ笑いで。現金になるんだって。そしたら、そう、今日はちょっとずつ小銭を使いましょう。じゃあ男女読むかにゃ。13位タカさん、ありがとう。12位奈良西さん、ありがとう。11位三浦さん、ありがとう。10位中田さん、ありがとう。9位エポリンさん、ありがとう。8位エスタンド H さん、ありがとう。7位タクさん、ありがとう。6位リモさん、ありがとう。5位リカさん、ありがとう。4位ツノさん、ありがとう。3位ひりやすみさん、ありがとう。2位アツシさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパン、広島港パセリさん、ありがとう。ありがとうございました。
仲間がいる。現金派？現金派同士だ仲間だ、ありがとう。今週も頑張りましょう。いってらっしゃい。月曜日ありがとうね。ありがとう。あ、ありがとう。最新見てくださってありがとう。またね、次は水曜日かな、朝配信。また夜に会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。じゃあ元気にいってらっしゃい。いってらっしゃい。みんな頑張ってね。月曜日ちょっと憂鬱だけど、月曜日は頑張れ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあねんねあずみんで終わります。せーのって言ったらねんねあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。いってらっしゃい。頑張ってね。いってらっしゃい。また夜に。